こんにちは、キノコードです。皆さんは仕事をしていて、例えばこんな疑問を持ったことはないでしょうか。商品の価格を見直すためにユーザーアンケートを実施したけれど、最もニーズが高い価格帯を知るにはどうしたらいいの？マーケティングのキャンペーンを実施したけれども効果があったのか、それとも偶然だったのかわからない。期間限定で商品の価格を下げた、売上にどれだけ影響があったのかを知りたい。これらを解決できるのが統計学です。統計学を身につければデータを味方にし、さまざまなビジネスシーンでデータを使った判断、定量的な判断ができるようになります。この度キノクエストのプレミアムプランに9月から統計クラスが開講します。この動画では統計クラスでは何を学び、どんなことができるようになるかを紹介します。統計クラスでは様々なビジネスシーンでのデータの取り扱いや、それをもとにした意思決定に役立つ統計的スキルを習得することができます。統計検定2級の出題範囲を網羅する形でカリキュラムを設計しています。全12回、6ヶ月程度の期間を予定しています。そのため6ヶ月ほどで統計検定2級の合格も狙えるような内容になっています。また習得した統計の知識は今後機械学習にステップアップする場合にもとても有効です。統計学を理解していると機械学習をはじめとした AI に必要な知識の理解がスムーズになるからです。さらにはあなたがデータサイエンティストを目指されるのであれば、統計検定2級相当の知識があった方が良いと私は考えています。統計クラスの授業の流れを紹介します。皆さんは事前に出題される課題を解いた上で授業を受講します。そして授業では皆さんが取り組まれた課題について講師が解説を行うというスタイルをとっています。もちろん授業は録画しますので、後から何度でも復習が可能です。ライブ授業に出席できない場合でもご自身のペースで学習を続けることができます。具体的に課題の一例を紹介します。電卓を使った期日統計量の算出という課題では、11人の生徒のテスト結果をもとに最大値、最小値、平均、中央値、最頻値などを電卓を使い算出をします。こうした課題に多く取り組むにつれ、分析を行う際の平均値、中央値、最頻値の使い分けや標準偏差についての理解ができるようになります。統計検定2級の試験では電卓の持ち込みが認められています。そこで統計クラスの授業でも電卓での計算を行いますが、他にも Python での計算も行います。したがって Python での統計ができるようになります。 Python を使用すればより高度な統計分析が可能になり、データ取得からデータの前処理、統計分析、さらには結果の出力まで一貫して Python で行うことができます。普段は Excel などの Python 以外のツールで分析されている方も、これを機に Python に触れてみる機会にもなります。統計クラスはこんな方におすすめです。統計検定2級レベルの知識を習得したい方、データが持つ意味を正しく理解したい方、仕事でデータを活用した意思決定を行いたい方、データサイエンティストを目指したい方、統計クラスで統計検定2級の合格を目指す場合や、実務での分析や活用を目指す場合は、全カリキュラムの終了する6ヶ月程度の学習を推奨します。統計クラスの授業がリアルタイムで進んでいる6ヶ月間の間に空き時間ができた場合は、Python の基礎を習得したり、間もなく開講予定の Python を使ったデータ分析クラスを受講してください。また Python を使った業務自動化クラスや ChatGPT クラスを受講するのも良いでしょう。また統計クラスで受講を終えたら、ぜひ次に機械学習実践クラスへのレベルアップを目指してください。ここで改めてキノクエストの特徴についておさらいをします。入会者の全員がトレーナーとの1対1の面談を実施します。例えばあなたの目標に合わせて必要なスキルや選択肢を整理し、その中からあなたに最適なスキルをピックアップ、そして最短でスキルを習得できるためのあなただけの学習プランを提案します。すべてのクラスが受講し放題、あなたのキャリアに必要なクラスだけを学習できます。毎月月曜日の夜に開催される何でも相談会では、学習の質問やキャリアの相談など直接講師に質問することができます。いつでも同じ実践問題に取り組む仲間に質問することもできます。
授業を待たずに疑問を解消できる環境があります。プレミアムプランなら統計の知識を高めるだけではなく、他のクラスを受講することでスキルの掛け算ができます。トレーナーとの面談ではあなたにぴったりのキャリアプランとしてどういったスキルを掛け算できるかも提案します。あなただけのキャリアプラン、それに合わせた学習プランを作り、目標を明確にしましょう。テクノロジーは発展し、さまざまなデータを集められる時代。これからはデータを読む力、データを利活用する力はビジネスパーソンに必須の力です。上場企業様の中には、全社員にデータ利活用の研修を実施しているところもあります。また、今の高校の教科書では、仮説検定、母平均の推定、確率モデルを用いた予測なども習っています。ここで統計学をマスターしておかないと新卒社員に負けてしまいます。ぜひこの機会に統計学を自分のものにしましょう。統計クラスの初回授業は9月9日の予定です。それまでに問題を解いたり予習をしておきたい方、 Python の基礎学習を始めておきたい方は今すぐご登録ください。また早めにトレーナーとの面談をして学習の方向性を決めたい方は、ご登録後のメールでの案内からすぐに面談をお申し込みください。この動画の概要欄にプレミアムプランの詳細を説明した URL があります。紹介ページにある新規登録はこちらのボタンから登録に進んでください。それではまた次の動画でお会いしましょう。